パルサの中でセンターバックとしてピケ超えられそうな選手がそう。本当にデヨングっすね。クリスティアンス選手はいい選手だけど、ピケ超えるぐらいでしょうい。いい選手とピケを超えるっていうのはポテンシャルの話になりますからね。ポテンシャルで言うと僕は普通にデヨングだと思いますね。デヨングセンターバックしたら、あの中盤の一角に一列上がっていってサイドバック絞ってみた。昔、あのシティがアーセナル相手にやったフェルナンジーの一列上げるあの3人以降の作り方みたいな。センターバックみたいなやるでしょうね。ってはなるんだよね。 フィルミーヌはベストコンディションだったら、ね、訳分かってて、失わない技術あってね、ゴール前にも飛び出していけるし。で、守備を何より超激しくできるから。